こんにちは、センターCLRの、ビデオメイキングアーカイブアイル通信の、16回目を始めたいと思います。前回は致命的なオーディオコメンタリーなんですが、今度は大丈夫、ちゃんと音声入ってますね、多分入ってると思います。始めたいと思います。で、前回までで終わってマイルストーンにしたかったんですけど、ちょっと足がはみ出ちゃった感じがあるんですが、マイルストーンとして言えそうな感じでまとめると、あとやりたいのはこれですね。はい。まず、前回、やりきれなかったんですけど、スタックリストの、コピーをしているところ、ディープコピーをしているところを、まあ、やめますと、スタックリストは、共有するような形に変更しますと。この変更によって影響がある部分はもう前回までの作業で全部潰してあるはずなので、コピーしなくても参照を共有してても問題なく動くはずです。それから、セミコロンをアイルコンバーターの中でみんな出力してるんですけど、それはあれですね、メインのコンバーターの中で1行1行出力するときに今回ラベルを出力するようにしたんですけど、あそこのところでセミコロンを出力するようにすると、まあ、ちょっと小さい変更ですけどね、まあ、一緒にやっておきましょうと。であと、残るはラベルの問題ですね。ラベルは2つあります、まあ、どうやってその、必要のないラベルを出力しないかってことと、もう一つは、行が省略された場合に、結局同じ場所を指しているラベルを同じ場所を実際に指すように修正するにはどうしたらいいかっていう問題ですね。この3つがあります。まあ、その話はまたちょっとやるときに改めて話をしたいと思うので、まあ、まずは上から順番にやっていきたいと思います。前回のコードがこれですね。はい。で、スタックのコピーをしているところというのは、例のクローンを呼び出しているところ、遠巻きにはそうですね、スタックを、コピーしているところなので、どこだったかな、で、コードコンテキストの、まあ、クローンとかで探すとか結構な。あ、クローン。はい。こいつは、スタックインフォメーションズのクラスに、クローンというメソッドがありますが、ここの中ですね。ここでトゥーリストしてますね。このスタックインフォメーションズは、リストですね。なので参照なので、ここをコピーしずに、そのまま渡しゃいいだろうみたいな話なわけです。念のため、これを渡す先のコンストラクターがどうなっているのかというのを確認しておくと、まあ、すぐ上にありますね。単純に、リストで受け取って、それを、内部に格納するみたいな流れになってますね。これは本当にこれでいいのか、いいよな、コピーしないので、いいはずですよね。いいはずです。大丈夫ですね。さらに、このスタックインフォメーションズ自体も、もはやコピーしないということになりますよね。なので、これクローン自体がいらないかな。シャローコピーする必要はあるかなと思ったんですけど、そもそもいらないかもしれないですよね。ちょっとこれのクローンの呼び出し元を確認してみましょう。何をしているかというと、ブランチターゲットインフォメーションを生成するときにコピーしてるんですね。で、スタックインフォメーションズリストがリストで渡ってくるので、そいつの一個一個の要素に対してクローンしてディープコピーをしていると。で、最後にさらにそれをトゥーリストして完了させてるって意味なんですが、もう ここら辺全体がもはやいらない感じかな。で、いらないとするとですね、それをこのスタックインフォメーションズリスト
とスナップショットに格納してるんですけど、これもいいって話ですよね。ただ問題なのは、個々のスタック の, あのスタックインフォメーションズが現在指している場所ですね。これは保存する必要があるんですよ。で、どういう形でやるかですよね。今のまま、クローンを生かしておいて、クローンが呼び出されたら内部はシャローコピーする。内部は今までディープコピーしてたんですけど、シャローコピーするっていう風に方針転換して、外側はまあこのままでいくか、あるいはそのインデックスだけを、保存するようにしておいて、こういうと使う側ですね。多分デキューしたところですけど、使う側でそのあたりを見るように変えるかですね。どっちがいいのかな。ちなみにこいつを見てるところがどうなっているかというと、ファインドユーセージ、そうですね、ここら辺、これであれですね、トライデキューですね。トライデキューの、ここで見てますね。これを使って見てますよね。で、スタックの、ブランチターゲットのスタック、いや、これは関係ないな。これの、ゲットカレントを呼び出してるんですが、このゲットカレントが、現在のままだと機能しないですね。これに変わるものが必要になるってことですね。どうしようかな。ちょっと迷いますね。まあ、じゃあ、シャローコピーするようにしますか。今のままで、スタックインフォメーションズのクローンは、生かしておくけど、ディープコピーではなく、シャローコピーをする。さっきここから、トゥーアレイを消したので、これでシャローコピーになってます。で、ただし、現在のそのポジションは、ここでコピーされるので、それをずっと保持されるイメージですね。なので、これで変更としては OK。そして、こいつの呼び出し元が、さっきの、ここですね。ここで、シャローコピーして、で、そのリストは、トゥーリストで、コピーを生成する。リストのコピーは生成するので、で、こいつは持っておく必要がありますね。このまま、トゥーリストで新たにコピーを生成しておく必要があると。まあ、この流れでですね、いいかな、大丈夫かな。大丈夫ですよね。そこを参照しているものがあるっていう流れなんで、大丈夫だな。ああ、なるほどね。強いて言うと、あれですね、ここ別にリストじゃなくてもいいってことかな。リストのスタックインフォメーションズじゃなくて、リストのスタックインフォメーションでいいような気がしますね。どうしようか。スナップショットって名前もついてるしな。なんかその方がいいような気がしますね。よりはっきりして、使用目的が。つまりこういうことです。スタックインフォメーションではなくて、スタックインフォメーションの配列がここにあるイメージ。で、ちょっとここ名前は後で変えます。とりあえず置いといて、ここを、このコンストラクターでですね、保存するときに、もう抽出した結果を保存するようにしますか。方法としては、スタックインフォメーションリストのゲットカレントをここで呼び出してしまう。で、そうすると、現在のそのスタックインフォメーションが取れますよね。で、それを、トゥリストではなくても、トゥアレイで、トゥアレイすると、型が1になりますね。現在のスタックの状態を表している、リストが得られると。で、しかも、これ、余分な情報とかも全部取れてしまうので、ここでテイクをする。さっきは、デキューしたときですね。デキューしたときにテイクをまとめてやってたんですけども、ここで、絞り込みを行ってしまうようにします。それは、これですね。ターゲット、スタックインフォメーションズポジションがポジションでやってくるので、こうします。そうすると、スタックの底から、現在のスタックポイントの位置までを、テイクすると。
いうことで必要な情報だけが配列になってここに保持されるみたいなイメージですね。ああ、なんかいい気がしますね、これで。で、そうすると、もうクローンいらないですよね、この状態で。なので、やっぱりクローンは廃止しましょう。スタックインフォメーションズのクローン、もう誰も呼び出してないですね、ゼロリファレンスなので。なので、これで削除と。はい、いいですね。で、これでコピーされました。コピーして保持されましたと。で、ここリストではないので、もう名前をこんな風に変えます。スタックインフォメーションズスナップショットに変えます。それから、ここの名前もちょっと気になっているので、こいつは、スタックインフォメーションズ、どうしようかな。この配列の長さがこれを兼ねてると言えますよね。いらないか。いらないですね、なんとなくね。ちょっとこの引数が気になってしょうがないので、名前がちょっとこれ直しておきますね。でこんなイメージです。そしてこれがいらないです。そうするとこの行もいらないです。ちょっとここ長いので改良しておくと、こんなイメージかな。はい、これでいいか。でそうするとこれエラー出てるんですよ、デキューするところで、ここですね。なので、これを合わせて直しておきますか。で、一つは、スタックインフォメーションズスナップショットはもはや配列になっていて、テイクもする必要がない。もうされているので。ので、まずこれいらないですね。で、それから、こいつ自体がもうスナップインフォメーションズではなくて、スナップインフォメーションの配列になっているので、セレクトすらする必要がなく、こんだけのことですね。はい。で、ブランチターゲットスタックスが、スタックインフォメーションの配列になっているので、もうこれを単純にシーケンスイコールで比較すればいいと。まあ、長さも必要、いらないですね。長さは、まあ、暗黙的にシーケンスイコールが担保してくれるので、いらない。うん。いいんじゃないですかね、これ。はい。それから、こっちが何だったかな。リトリーブスタックインフォメーションズ。あ、それで、この、さっき言ってたこのスタックインフォメーションズリストはもはや誰も書き換えないはずですよね。クローンをするのをやめてしまいました。だから置き換える必要もない。ここで、選択された、分岐元から得られたスナップショットに置き換えるようにしていたんですけど、もはやこれが必要ない。削除する前に、こいつがですね、今この代入を成立させるために、リードオンリーにしなかったと思うんですよ。なので、こいつにリードオンリーとマークをつけておきます。ここですね、これ。これをリードオンリーとしておきますね。で、ここの書き換えをやっていくので、一番最初に空の、リストを置いておきたくて、ここからのリストを用意してあったんですね。なので、もうこれももはやいらない。毎回、コンストラクターが走るたびに、ここにからのインスタンスの、リストのインスタンスを作る必要があるので、こういうふうに、置き換えて、このスタティックフィールドは不要になる。で、あれがまかり間違ってあのリストに何か追加されたりするといけないので、一応アサートを書いていたんですけども、もはやこれもいらない。こんな感じかな。ちょっとここも長いので切っとこうかな。はい、こんな感じですね。で、あと、ここのエラーは、で、今この代入ができなくなったので、リードオンになったのでね、できないので、エラーが出るから、これ削除する。最後、これですね。スタックインフォメーションズポジションを、ブランチターゲットのスタックインフォメーションズポジションにしたいんですが、これは消しました。なぜかというと、このスナップショットの配列の長さがそれに相当するからですね。なので、こんな感じで、置き換えると。そうすると、常に、
パスの再解析とか違うパスを解析するときでも、あの全て同じ、スタックインフォメーションズリストのインスタンスを参照するわけですよね。それはパスの解析をするたびにどん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 増えていくかもしれない、内部的には増えていくかもしれないけど、重要なのはその増えたものの現在のスタックポインターの位置と、それからそれぞれのスタックのどのスタックインフォメーションを選択しているかという情報の2つが重要なので、それは復元されてるのかな、なんかちょっと一抹の不安が、ちょっと待てよ、一致していなかったら、ああダメですね。こっちへ来た時、一致してないんですけど、ここで言ってるスタックインフォメーションズスナップショットに従って選択し直さないといけないですね。そうか、なるほど。さっきはコピー、ディープコピーされたものをまるっと入れ替えていたので、なのでその必要はなかったんですが、どうしようかな。それは間違いなく、Q の中に保存されているもの、あと、つまり、何を言っているかというと、この新しいパスを探し出す、トライできるネクストパスっていうのの中で、次のパスの情報って全部その Q から得られるのかどうかっていうのがポイントなんですよね。で、Q の情報って言ってるのが、今ここで言うとこのブランチターゲットなんですけど、ここの中にすべからく必要な情報が全て含まれていることが重要な要件なんですが、一つはターゲットインデックス、次にデコードする位置を決めている情報。これはここにありますね。で、それから、遷移元のそのスタックの選択状態を表すスタックインフォメーションズスナップショット。これが得られてます。で、選択状態が異なる場合、ここで一致してるかどうか見てるんですけど、違っていると下へ来るわけじゃないですか。で、その場合に、ここで想定している選択状態と同じものを選択しなきゃいけないですよね、多分。本当かな、なんか口で言っていてやや自信がないな。ちょっと待ってくださいね。それは、これだったかな。これかな。この図でいうところの、これですね。ここと、ここ。これの、そのスタックの型の並びというか、それが一致していれば問題ない、一致していない場合どうすべきかというと、この今遷移しようとしている情報を使って、後続の、パフ、計算というか、IL の並びを再評価する必要があります。もうちょっと言うならば、ここで想定している、割り当て済みのローカル変数のシンボル名を使って以降の、パスを再解析する必要があるってことですね。なので、これ if からこう抜けてきたら、ブランチターゲットのこの情報に一致するように再選択させる必要があります。すべてのスタックインフォメーションを、スタックインフォメーションズを。その処理を、ここに入れなきゃいけないですけど、手段が今ないですね、それをやるための。それは、デコードコンテキストの、こ
このクラスもちょっとだいぶでかくなってきたんでね、なんか分割したいですけど、分割する単位が難しいですね。どれも中途半端にしかならないような気が。ちょっと嫌な感じですけど、まあちょっと置いときます。スタックインフォメーションズがあります。こいつね、ゲットカレントはあるけど、要するにセットカレントみたいなものがいるってことですよ。それは、間接的にはゲットワードでできますね。まあ、ゲットワード、そうだな。ゲットすると、その選択されてる、スタックインフォメーションも変わるんですよね。このスタックインフォメーションポジションがセットされることによって。だから、まあ、こいつを呼び出せば、もちろん書き換わるのは分かってるんですけど、しかも、必ず存在する、型のはずなので。でもなぁ、って気はちょっとするんですよね。なんとなくね。なんか名前がね、気持ち悪いんですよね。ゲットワードだと、要するにセットするために呼んでるようには見えないんですよね、これ。これを使ってしまうと。まあ、いいか。どこだったっけ？ここですね。ここの、リトリーブスタックインフォメーションズに、以前までは、全部ディープコピーした内容にすげ替えるみたいなコードがあったので、ここに加えましょうか。ここで、どういうふうに書けばいいかな。foeachbarsiinbranchTargetSnapshot。まあ、これを foeach でクルク回します。一個一個に対して、そうだなぁ。イメージ的には、ジップしたもので操作するのが楽なんですけど、それなんかいろいろまずいよな。まぁ、ちょっと素直に書いてみますか。なんだっけ、スタックインフォメーションズリストの、やっぱりジップした方が楽かな。スタックインフォメーションズリストジップ、ブランチターゲット SI0、SI1 みたいにしますか。ちょっと適当ですけど SI1で、どうしましょうね。まあ単純に遮影しておき、で、こいつはエントリーとして列挙できるようにしておきます。そしてエントリーの SI0 の変更したいのは、SI0 ですね。SI0 を変更したい、スタックインフォメーションズリストなんでね。で、ゲットはアットでターゲットタイプを指定する。こいつは何かというと、SI1 の、ターゲットタイプ。ってやれば、もし違ってれば、そいつが再選択されるはずですね。ここでね、新しいインスタンスが割り当てられたらどうなるかみたいな、新しいシンボルですね。それは明らかにおかしいんですが、プログラムのミスかと言われると、ZIP を使ってる限りそれはないか。ですね、今やったのは、現在のカレントの、
スタックインフォメーション、もうちょっと省略しますけど、スタックインフォメーションズの2、SIS の1、SIS の0と、それからスナップショット。の3つ SIS0 SIS1 SIS2 と、まあ仮に、こんな感じで、まあ同じ個数だったとします。まあ ZIP すると同じ個数なんで、あの3回列挙されますよね、まあ、これらが組になって、で、こいつのタイプドットターゲットタイプを使って、こいつらの、ゲットワードアウトを呼び出すことによって、こいつで選択されているものと同じものをここでも再選択させるみたいな、そういう流れですね。これ両方とも同一なら、3012012なら ZIP 計算すると012が列挙されますね。ZIP すると0から2までが、結合 されるので問題ない。問題は数が違った場合なんですけど、数が違った場合、例えばスナップショットの側は1個少なかった、こうやってあらかじめテイクされていますね。テイクされていますので、全体としてはもっと多かったのかもしれないですけども、とにかく、あの情報としては2個しか含まれていなかった場合、ZIP すると 2個しか、列挙されないですね。0から1と。で、そうするとどうなるかというと、こいつの選択されている内容がこう、選択されているシンボルがここで選択される。こいつで選択されているやつがここで選択されるみたいな流れになるんですが、ここは放置みたいな感じになる。そしてこの場合だと、概念的にはスタックポインターがここを指しているので、この次の行のところでスタックポインターをここに強制的に変えますね。ので、スタックの状態というのは半ば強制的にこれと全く同じ状態として扱われる。このあ と,、パスを解析し始めるとオペコードの内容によって、まあ、ここからプッシュプッシュとかやるかもしれない。そうすると、まあ、ここはあのなんか今までの状態とは関係なく、またあの利用あの再度別 の,、の利用のされ方をするということになります。それは、遷移先で想定している大前提が、このスタックのこの積まれる数ですね、遷移先で想定している、これからあのオペコードがあの消費するであろうスタック の, その並びというかあの量があのこういうふうに数がこれと全く一致しているという大前提を最初に置いたと思うんですけどそれがあるからこれでうまくいくって話ですね。ここが崩れると問題があるってい いう話です。まあ、その話はあの繰り返すと長いんで、まああのまあ、そういう前提に今当たっています。で、逆だったらどうなるのかな。逆と言っているのは現在のカレントが2個しかない。あ、なんかまずい感じがしますねSIS の2、はい、でこれ当然スタックポインターはここを指すことを想定します。でこの場合だとさらに2つのパターンが考えられます。どういうことかというと、
情報として、つまりスタックインフォメーションズの中には実はこの、なこの情報はある、 SI、S2 の情報はあるけど、現在、現在っていうのは、これからこの ZIP 操作をするときにはここを指してんですよね、 SP が。これ字見えるか。あ、見える。これ緑色にっぽく見えますけど青色で書いてます。ちょっと分かりにくいな。あ、まあ、あのカメラの性能がちょっとあんまりよろしくないのでしょうがない。が、今言ってた操作をすることによって、ターゲットタイプからゲットワードで、選択しますってことをやるとですね、この SIS2 に対してもこちらの対応する SIS2 のターゲットタイプを再適用するゲットワードを呼び出して再選択させる、これはスナップショットで以前の情報なんで、今回 の、 ついさっきやった変更で、全てのリストは単一で保持しているので、なので、ここに格納されているはずの SIS2 の中にこいつが選択しているターゲットタイプの情報はもうすでに入っているはずなんですよ。だからゲットワードは必ず成功するはずで、選択される。そして最後に極めつけが、このスタックポインターがここに強制的に適用されるのでこうなる。そうすると、ここのファントムだったというか、今は選択されてないはずだった状態の SIS2 が復活する。ですね、そして、その後のオペコードのデコードが始まるみたいな流れですね。これがいいかどうかですね、もう難しくてパッとわかんないんだけど、言い方が悪いかな。さっき言ったような、こっちが少ないとか、あるいはこっちが少ないっていうどちらのパターンもそうですけど、結局その後から解析を始める、デコードをするオペコードのその並びによっていいかどうかが決まるかな。いいように組むこともできるし、それがダメな場合もありえますね。それは結局最初の頃に話していたその技巧的な IL を IL2C がサポートするかどうかですね。で、今はダメかな。ここについては問題ないか、この方法。カレント、トリダー、サイド適用される。そうですね、これはこの方法でいいかな。あ、ダメか。 ZIP だとダメですね。 ZIP だと、そうだ、少ない方に合わせられるんだから、今言った説明間違ってますね。少ない方に合わせられるので、ZIP すると、これって列挙されないって話ですね。ごめんなさい、列挙されないので、適用はこいつから0と1は適用される、2は列挙されないので適用されない、そして SP がないはず、適用してない、ここを指してしまいますね。あ、これはまずい。まずいとしても、この状況は何かというと、今言ってたようなそういう技巧的な IL が食わせられた場合なんですが、ここはなんかうまいことやっといた方がいいかな。どうなるのがいいかというと、このスナップショットで選択されている、これが丸々こちらに再適用されるのがベストだと思うんですよ。なので ZIP ではまずいですね。こいつをぐるぐる回しながら、こいつに対して再適用するっていうコードを、書いちゃった方がいいですね、素直に。そのゲットの後は、
必ず成功するかというと必ず成功する。なぜかというとこいつの方が過去の情報だから、現在の情報には、全てその、 あの方対応する方が含ま方の情報が含まれているはずなので、必ずゲットアウトは成功するはずだから、こいつを生としてこいつをぐるぐる回しながらこいつにゲットアウトを適用する。よし、それでいきましょう。あっとこうか。はい、すみませんでした。というわけでここは、まあ、きれいに書きたかったんですけどできないので、しかも 4each じゃなくて、まあ、4で素直に回しておきますか。またインデックスかみたいな。0、スタックの底ですね。スタックの底から、ブランチターゲットに含まれているスナップショットの長さまで全部繰り返す。いいですね。これ切っとこうか。こんな感じで。で、何をやるかというと、スタックインフォメーションズリストの、これリストなんで、インデックスはそのまま適用できるはず。そしてそのゲットワーと呼び出す型は何かというと、このブランチターゲットのスナップショットの、現在の位置のターゲットタイプ、こういうことですね。はい、これで最適用できた。そして最後にスタックポインターをもうその元の方を、これですね、スタックポインターを交互に適用してやると。今やった操作は、これがここに適用され、これがここに適用され、これもここに適用され、そしてスタックポインターもコピーされるという流れですね。SRS2 とカレントの状態がどうなってようが、強制的にこのスナップショットの状態と同じ状態にスタックが強制されるというような感じですね。よしよし、できました。はい、ビルドできるかな。わ、スタックリストのコピーだけでなんか結構な時間説明してるような気がするな。これまだランオールしても通らないですね。ラベルの問題が片付いていないので、まあただ致命的なエラーは出てない感じかな。そうですね、生成されたソースコードが違うっていうのだけですね。はい、まずこれで、なんかいろいろ直しているので、ジェネレート、ラベル、アンド、アプライはワークインプログレスです。それから、エリミネート、スタックリスト、コピーですね。あとなんか変えたかな。まあ、変えたといえばいろいろ変えてますけど、ラベル、この辺はラベルの話ですね。エンドオブパス、まあこんなとこですかね。いいでしょう。プッシュしました。じゃあ、最初のこのエルミートスタックリストコピーは OK。次、
セミコロンですね。セミコロン、あ、これはまあ機械的にやるだけなんで、ちゃちゃっとやりましょう。どういうことかというと、コンバーターの中で、行を生成している、行文字列を生成しているのはこれですね。あの、リンクのクエリで最後、なんだ、ラベルと、それからソースですね、を出力しているところの後ろに、後ろに、ここですね、ここ、ここにセミコロンを出す、そんだけのことです。で、そうすると、ソースコードを生成してる側ですね。そっちにいちいちそのセミコロンを出力してるのを、出力しなくても済むようになるので、逆に全部そこから、取り除いていきます。まあ、これは、IL コンバーターズ上から順番に、舐めていく感じでやります。ですね、ここら辺とかそうですね、これ見ると、これアットですけど、アットの式の最後にセミコロンが入っているので、これを削除する感じ。こんな感じですね。で、あとは今のところ一つしかない。それから BR も GoTo の後ろですね。GoTo ラベルの後ろがいらない。BR それだけだよな。そうですね。から、コンブも、式の最後の、セミコロンがいらない。で、ノップは今生成してないので、ヌルでいい。そして、リターンの方は、これもそうですね。後ろのセミコロンを外す。ロードアーグ0も、後ろのセミコロンを外します。LDC も、後ろのセミコロンを外していきます。こんな感じ。そして、こんな感じですね。からロードロックもそうですね。後ろのセミコロンを外していきますと。はい。で、オペランドタイプコンバーターは全部デコードオペランドの実装なんで、ここはソースコード出力してない。あと ST ロックですね。ST ロックも、行末のセミコロンを出力しない。こういう感じですね。まあまあ、さっくりできましたと。テストが通ってない間にこういうことをしない方がいいっていうのはあるんですが、まあまあいいでしょう。そんなに難しい話でもないので、まあちょっと、それでテストでね、確認ができないのがあれですけど、まあどうせ後で確認することになるのでいいと思います。はい。こいつは、よいしょ。セミコロン、ゲミタムビズイントゥミンコンバーターでコミットしておきます。コミットできました。で、2つ目も OK と。で、3番目ですね。ラベル。どうするか。ラベルね。ラベルでね、問題なのは、まあ、遅延評価のところは、まあ、そういうふうに、ちまちま変えればいいっていうのは分かるんですが、ちょっと整理しなきゃいけないのが。僕らはすでに目撃してますね。L0000 というラベルに、何も出てないって状況を見てます。こいつは、本当は、まあ、ノップですね。ノップなので、ソースコードが生成されず、結果として、ラベルだけの行が生成されましたね。今は出てないですよ。この場合、出さないようにしたので。で、その次に0001で、なんだっけな、スタック0インと32t41みたいな。こいつは、あれですね、
LDC-ION1 に相当する行ですね。まあ以降ずっと続くわけですよ。で、今最新のソースコードではさっき言ったようにこのソースコードが生成されていない行については、ラベルも出ないようにした。つまりこの行全体が出ないようにしたんですね。で、これだと問題があると。何かというと、下の方に行ったらどこかで BRSL0000 とやってるかもしれない。はい。つまり、ノップがここへ戻ってるんですね。ソースコード上。あ、これちょっと分かりにくいですね。GoTo。こいつは、BRSL0000 って感じかもしれないですね。で、こういう場合どうするかなんですけど、一つは、C の規格上、後ろに文がない、センテンスがないような状態で複数のラベルを許容してたかどうかなんですよね。まあこれ試してみれば分かりますけど、ちょっと覚えがない。より望ましい形としては、どっちかをどっちかに強制する。方法の一つとしては、こうする。で、L000 は出すんですよ。で、これノップだから、ここには結局ジャンプしないけど、次のここに、C のソースコードとして見れば、ここに文がないので、次のこれですね。これを実行するだけですよね。ここの GoTo からここへ飛ぶ。ここには何もないので、この行が実行されるっていう感じで、ついつま合いますよね。別の方法。L の0001だけを残す。ここは出てない。でもこう、それだとこれが異常になるじゃないですか。なので、こちらを直す。1にする。これをね、さあどれが楽か。楽なのはなんかね、C が許してくれるのなら、これを残すのが楽かなって気がしますね。別に何も判定しなくてもこれが成立するわけですよ。しかもこれの2点は全然別のところに L の0001へジャンプするみたいなのがあっても正しく動くわけですよ。ここへジャンプする、あるいはここへジャンプするっていうの両方とも満たされるので、まあ楽ですね。多分これが一番楽。 C コンパイラーが許してくれるかどうかを確認するだけなので、まあそうしときましょうかね。どっちかに揃えようとするとどうなるのかな。これが消えたとします。消えるとします。まあ消す方法も問題ですよね。ノップが解釈されなかった場合、つまりソースコードが生成されなかった場合ですね、はその次のラベルはこっちと同じとみなすみたいな処理を入れなきゃいけない。しかもそれって、IL 上のプノ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 プとか言って続いてるとですね、そのずっと下の方に、ジャンプしようとするやつもすべからく全部 L の0000に強制しなきゃいけないですね。あるいは、今言ったことと全く反対のことも言えて、こっちを優先するんであれば、こっち側の変更もそれを追跡して、あ、確かにこことここは結局同じ場所へジャンプすることになるよねっていうのを解析しなきゃいけないので、まあ、意外に面倒くさいですね多分。
C コンパイラーはそういうことも内部ではやってるわけですよやってるから効率のいいコードが書かれるんですけど、まあ、なので、めんどくさいからやりたくないので、これができるかどうか確認して、これが許されるならまあこれでいいってことにすると。で、そのラベルのエイリアシングと言ったらいいのかもしれないですけど、まあ、ラベルエイリアシングについてはその今の方法でいくことにする。あとは全行にラベルが出ちゃってるのをどう考えるかですね。もし嫌だ、それが嫌で、出力されている、あ、じゃない、参照しているラベルだけを残しておきたいという場合は、アプライした後のソースコードをすぐに出力するんではなくって一旦ほじっておき、該当するインデックスですね、これ0番目ですよね、まあ、ラベルにそのまま番号がついてるんでほぼ一緒ですけど、まあ、0番、1番、2番みたいな感じで、インデックスがついている。この情報もその、翻訳された、変換したそのソースコードと一緒に保存しておくと。で、全部やり終わってあと、それをそのソースコードの文字列はそのまま直接テキストライターに出すんではなくて一旦ほじっておく。まあ実際今ほじってますね、あのリストのストリングで一旦ほじっているので、まあ、そこは都合はいいんですけど、これも一緒に保存しておく。そして、全部あのパスを全部舐め終わった後で、そうだな、そのラベルが使われているかどうかみたいなチェックを行う、 is in use みたいなのを、その行を出力しようとするたびにチェックして、このインデックスを指定してね、つまりこんなメソッド、is in use index、みたいなやつを行を出力しようとするためにチェックして、こいつが true だったらラベルを出力する、 false だったらラベルは出力しないみたいにする。こいつの内部実装はどうなるんだろうな、これが発生するときに、ここで指定したインデックスをハッシュセットかなんかでほじっておきますか。ああ、そのタイミングはあれですね。延期ですね。延期。延期ニューパス。するときにインデックスが渡されるので、それを内部で、ハッシュセットの辞書に登録しておくと。そうすれば、is in use で、そのハッシュセットに、コンテインツで、格納済みかどうかを確認すればすぐわかる。あ、いけそうですね、これは。これはできそうですね。じゃあ、まあ、そういう方針でやりますか。せっかくなんで。はい。ちょっといろいろ開きすぎたんで一旦閉じて、いつも長いって言われるんですよ。今53分ささっとやりましょうか。まず、コンバーターのなんかユニット参照してないけど消しとこう。コンバーターでソースコードを生成します。ここですね。で、生成されたものを、ボディーソースコードにアットしてるんですよね。で、ここで保存してるのはソースコードだけなんですよね、文字列として。なので、ここにさっき言ったようにソースコードと対応するそのインデックス、ターゲットインデックスの両方の、あの値を保存するようにしておくと。ここね、本当はリンクで書いて、ちゃちゃっと匿名クラスにしたいんですけど、ホワイルを使ってる関係でできないので、こいつをイテレーションできるように、
変形してもいいんですけど、まあ、そこまですることかなって気もするので、ここに入れる、文字列じゃなくて、イントと、文字列の組み合わせのものを格納できるちっちゃい構造体を定義しておきます。なんだろうな、ジェネレーテッドソースコードみたいな感じ、ちょっと長ったらしいですけど、リードオンリーイント、ターゲットインデックス、ターゲットインデックス、まあいいわ、リードオンリーストリング、ソースコードと、2つを保存する構造体ですね。ジェネレーテッドソースコードのイント、ターゲットインデックス、ストリング、ソースコード。で、こいつらは自身の、リス、ターゲット、インデックス。あ、はい。ちょっと間違えました。これ。ジェネレテッドソースコードで、これなんでエラー出てるんだろう。出荷コードちゃんと書かないといけないですね。ソースコード。と、まあ、こういう小さい入れ物を作っておきます。そして、リストは代わりに、こいつのリストを格納するようにしときます。で、そうすると、まあ、当然、こういうこと言われるので、ここで、ジェネレーテッドソースコードを遮影するように、遮影するようにします。で、ここにターゲットインデックスを置かなきゃいけないんですが、IL データに、あれ？ちょっと待ってよ。ターゲットインデックスですかね。あ、そっか、isInUse。ああ、そうか。それ、ラベルネームにした方がいいかな。これ、インデックス番号、ターゲットインデックスの番号を保存しておくという話をしたんですが、それって後で、この isInUse というのを呼び出して、そこの引数にインデックスを渡すためなんですよね。なんですが、さっき IL データからターゲットインデックスを除外したというか、カプセル化してターゲットインデックスを直接見ないようにせっかくしたのに、今またこれターゲットインデックスを使って操作しようとしているので、ラベルネームで参照しに行くようにしますか。あ、そうですね、その方がいいのかな。まあいいかどうかわかんないですけど、別に問題はない、これはインデックスではなくて、ラベルネームってここにあるか。ラベルネーム、対応するラベルネームは各行を出力するときに、まあ、手元にあるので、それは保持っておくと。で、後で isInUse を呼び出すときに、ここにラベルネームを指定する。ラベルネームを指定すると。で、使われていたら、ラベルを実際に出力する。っていう流れにしますかね。まあ、意図していることは変わらないですよね。結局そのラベルが必要になるかどうかを、インデックスでして判断するのか、ラベルの名前そのもので、判断するかですね。それは幸いになる、なるかな。IL データの中にすでにある。ラベルネームがあるので、まずこれを渡せばいい。そして、ジェネレーテッドソースコードは、さっきターゲットインデックスを格納するって話をしたんですが、そうじゃなくて、ラベルネームを格納するようにすると。で、ここがラベルネーム。ストリングのラベルネームと。まあ、こんな感じですね。はい。で、問題ないかな。まあ、ないんじゃない。何を心配しているかというと、
ラベルネームのインスタンスがストリングですけど、大量生産されるかもしれないですけど、大量って言ってもせいぜい IL バイツの範囲の中なので、まあ大丈夫ですね。そんな心配する必要はない。はい。で、これで、ジェネレートソースコード自体を作ることができ、で、それが、ここの中に格納もされる。で、先ほど言ったように、それが実際に使われている場合だけラベルを出力する。っていうのは、ここで、ボディソースコードを出力してますね。なので、ここで判定すればいい。判定はおそらく、デコードコンテキストの、is in use。ユーズラベルネームとかにしておきましょうか。あ、ラベルとかにしておきますか。is in use ラベル。で、ラベルの名前はここにすでにあるので、これを渡す。これが使われている場合と、それから使われていない場合に応じて出力を変える。とりあえず両方とも同じのをコピーしておきます。使われている場合は、ここで、0の1みたいに出しますか。じゃあ、セミコロンもここで出しますかね。で、インデントがいるか。インデント、こういう感じですかね。で、インデントがいります。それから、ラベル名を出します。それから、ソースコードの本体を出します。で、ファエントリーとかちょっと変えておきますね。ソースコードとか並ぶと嫌なので。まず一つはこんな感じですね。これラベルがある場合。で、ラベルがない場合は、ラベル出力しないので、インデントの直後にそれが、インデントの直後に入るようにすればよく、ラベルの情報はもう使わずに、行を出力すると。で、セミコロンがここに移動したので、ここで出してるやつですね。これを変えなきゃいけないのと、しかも、ここでラベルをもう出さないですね。ソースコードをそのまま出すので、ここでフォーマッティングもしない。アプライした結果のソースコードだけを格納する感じに遮影する。ああ、いい感じになってきましたね。はい。で、残るは、この is in use ラベルを実装すればいいという流れになりますね。デコードコンテキストは、ラベルの操作は、スケールタイプさえも、これ削除した。ラベルの操作は、さっき、ここでメイクラベルとかしましたね。これちょっと分けようかな。リージョンで、ラベルみたいな感じでちょっと分けておきます。あんまり、まあ、意味があるようなないようなですけど。まあ、こんな感じに移動しておきます。そして、ここに、ルールで is in use ラベル。判定する方法はラベルネームを指定させると内部で使っているかどうかの判定を行って。で、こいつはハッシュセットでいけますね。ハッシュセットするには、フィールドにその情報を持っておきます。まあ、この辺でも置きますか。一度確保したら変えないので、で、ラベルはストリングなので、ラベル、ネーム、みたいな感じで置いときますと。で、この is in use ラベルは、これを使って contains で、ラベル、ネームを、判定させればいいと。いう流れですね。で、あとは、ラベルネームズのエントリーを、
増やす必要があるんですけど、これはラベルを実際に使った場合ですね、メイクラベルは違うんですよね。これメイクラベルだと入りにくいかな。メイクラベルネームにしときますから、まるでこう有効なラベルがここで生成されるみたいな感じがあるんですけど、これって単にそのラベルネーム、ラベル文字列を生成しているだけなので、ちょっと紛らわしいんで直しておきますね。で、実際こいつを呼び出しているところは2箇所あるけど、1箇所はすぐ下ですが、もう1箇所、これ全員級ニューパスですね。ここでラベルを生成して返している。このラベルは分岐先を表しているので、この情報は必ず必要ですね。バーのラベルネームにイコールと。で、こいつに、なんじゃないわ、どうするかとか、ラベルネームと、ハッシュセットに追加しておきます。そして、ラベルネームで、ラベルネームを返すことで、さっきとついつまが合う感じですね。これで全部 OK かな。はい、ビルドします。何だったら大丈夫かな。はい。はい、ビルドは通りました。まあ、テストはね、ラベルの辺を絶対にいじっていないので、やっぱりダメなので、ちょっと見てみましょうか。ちょっとこのコードを、例として実際に実行して確かめてみます。ソースコード出ました。見てみましょうか、どんな感じになっているのか。あー、なんか微妙ですね。ここちゃんと出てますね。必要な L0015 だけがここに出てる感じですね。ああ、いいじゃないですか、多分。はい。もう一つ、ノップのところにジャンプするやつが、果たしてちゃんとラベルが出てるのかどうかっていうのは気になりますね。あと、ちょっとこれ見にくいですね。インデントが同じ場所に整形されているので、なんでこれ直しておきましょうか。インデントは、コンバーターのインデントを作っているところですね。ラベルがある場合は、まず、インデントは出さないでラベルを直接出すようにしますか。そして、さらに、一旦改行して、それから残りを出すみたいにしますか。あ、じゃあ、フォールバックすればいいですね、下の行に。単純にライトラインではエントリーのラベルネームを出せばいい。コロンがいるから、そのままじゃないですね。それはつまり、こういうことですね。こういう一行出力して、そして、インデントと組み合わせたソースコードを出力すると。こういうふうにしますか。はい。テストコードは、もう一回実行します。はい。これで、まあ、こんな感じになりましたと。よいしょ。いいですね。不要なところにはラベルが出ていない。唯一ここで、条件分岐、あ、無条件分岐ですけど、これは。無条件分岐したところに対してだけラベルがつき、しかもそれは行頭にあり、1行だけ、これ単独で出し、で、あと、パスの解析を続けて、ソースコードを出すみたいな感じになってますね。大丈夫ですね。あと、さっき言ったノップの話ですね。ノップの場合どうなるか。ちょっと簡単に試せないですね。ノップのところにわざと分岐しなきゃいけないんで、今のテストコードだとできないので、内部的にどうかっていうのを見て検証するしかないんですが、
とはポイントとなるのはここら辺かな。アプライすると、ノップの場合空の空ですね、ヌルが返ってきますね。でここでフェアで、ここへ除外されるんですよね。そうするとラベルの情報はジェネレーテッドソースコードとして出力されないですね。なるほど。なんとなくわかりました。それは、多分この出力するときに判定して出さないようにするみたいに変えないといけないので、ここちょっと書き換えますね。今、レッドで受け取った後、セレクトで遮影してるんですが、単純に、フェアを、削除して、ソースコードが空の場合も、ソースコード、ジェネレーテッドソースコードは追加するようにすると。まずこれが一つで、で、そうすると、ここで、ソースコードを、for each で回したときに、ソースコードがヌルの可能性がありますね。で、ラベルは出力するけど、ソースコードは出力しないっていう状況を作り出す必要があるので、ここですね、ラベルの出力をした後、エントリーのソースコードがヌルじゃなければ、ソースコード行を出力すると。こうすればいい。じゃあテストを動かしてみます。デバッグ。さあ、これでほぼ OK かな。これが動けば、テストコードを変更もだいぶ楽ですね。まあ大丈夫ですね。ちょっとノップの部分の検証が今言った通り、検証できないんですけど、まあこんな感じで出力されますと。ああ、いいんじゃないですかね。まあ、あと、せいぜいあれですかね。なんかこのラベルが存在するところの手前の行を開業しときますか、1個。開業含めとくと見やすくなるかもしれないですね。まあどっちにしろこれが、入れたり出したりがいっぱいあるんで、可読性はどうしても悪いですけども。まあ、いいか。とりあえずこれでいいってことにしますか。はい。で、じゃあこれを一旦、コミットします。大丈夫そうですね。はい。じゃあ、ハウトじゃん。ノーマライズドラベル。ライトノーマライズドラベルですと。はい、いいですかね。この感じで入りました。で、あとじゃあテストが成功するように直していきましょうか。といっても今5つしかないんで、まあガリガリと頑張ればすぐ直ります。これはどうなってんだっけ？ここかな？ローカル3に入れた後、ここの後ろですかね。まあ実行してみますか。実行すれば分かる。これで、そうですね。go to the、ローカル3に入れた後ですね。ローカル3に入れた後、ジャンプが発生する。まあ、すぐ下ですけど。で、ローカル3から値を取り出してリターンするという流れですね。あ、そうだ。ですね。何だったっけ。ラベルが重複する場合、
でも C コンパイラーエラー出さないっていうのは確認しておく必要がありますね。それがダメならもうちょっと考えないといけないので、まあ、今すぐやるかどうかは別として、ちょっとこのコードを検証してみましょうか。これ、貼り付けます。あ、間違えちゃった。あ、間違えてしまったしまった。ちょっとこれはノーで、これ通知すればいい。なんこれだったのか、違う、一番上です。一番上の、ごめんなさい。前後してます。あ、これだ。ここ。これ通知します。で、このソースコードを丸っとコピペで持っていきます。テスト用のペンチ持ってきます。ここをメインに変えますと。はい。で、知りたかったのは、ここに例えば L の0002みたいにラベルが重複する、同じ場所を指しているラベルが複数存在してもコンパイルできるかどうかですね。ビュートしてみましょう。なんか出たかなか。あ、こうやって、これあのテストなんで、あの赤いのは問題ないです。ビルドの方。ウォーニング C5102 L0002 アンリファレンスドラベル。ああ、警告ですね。大丈夫です。ああ構文的には問題ないみたいな話ですね。これ1個削ると、ビルドして、はい、通ってますね。大丈夫そうです。ので、心配してた問題は発生しないというのが分かりました。あと、これか。これ大文字も直しておこうかな。もうこれも1箇所直すだけで済みますね。レコードコンテキストの、どこだ？フェッチじゃない、ラベル生成、ここですね。ここ文字に変えとくと。はい、これでより、なんか、あれっぽくなりましたね。IL スパイっぽくなりましたね。はい。というわけで、あとは、テストを直していくんですが、さっき確認した通り、これで言うと、ローカル3に入れたところの直後に、分岐が発生しているので、エキスペクテッドライトライン、カッコ、あ、違う、L、ああ、ここなぁ。番号がわかんないですね。これ、確かにラベルの生成は簡単ですけど、いくつだろうみたいな、こういうイメージですよね。あ、こうか、こう、あ、Go to も必要ですね。Go to L の 000D みたいな、これ適当に書きましたけど、これテストコード書くの嫌ですね。だって物理的なその IL のインデックス、ターゲットインデックスが分からないといけないんで、それって IL スパイで毎回見るんかみたいな話で、嫌ですね。対応方法としてはラベルをそのターゲットインデックス基準ではなくって生成した順に、ラベル0、ラベル1、ラベル2、ラベル3みたいな感じで生成していく。今ならできるか。結局ハッシュセットに格納してるんでね、できるっちゃできるのかな。どうなんだろう、本当にできるんだろうか。いや、難しいか。メイクラベルネームが返せないですね。そうすると。何を返したらいいかがよくわかんない感じですね。
私は話を先に進めたいんですけど今はテストコード5つしかないので、とりあえず一個一個調べて、その正しい番号を格納し、割と早いうちにこれの対応をしますか。疲れたので、どうするかというと、テストのどれかな、今これはわかんない、どれかわかんない、どうしよう、まあ見てやるしかないか。まずイント64メインボディですね。イント64メインボディはちょっとリロードして、イント64メインボディ F ですね、 F ですね。なので、ここのラベルは L の 000F になると。本当かな、ちょっと確認してみましょうか。デバッグテスト、来ました。中身見てみましょうか。おお、 F になってますね。まあ予定通り、想像通りなので、合ってますね。なのでまず、これそのままアサートしてみましょうか。あ、大丈夫ですね、エラー出なかった。の でこいつは OK。 じゃあ次行きましょう。イント64ラージバリューメインボディはどうなっているかというと、これですね。こいつは001D にジャンプしてますね。なので、ここか、ここですね。エキスペクテッドライトライン、カッコ、アットマーク、go to L001D。エキスペクテッドライトライン、L001D のラベルを生成する。で、こいつを実行してみます。あ、通りましたね。じゃあ次、イント32メインボディ、イント32メインボディはこれですね。こいつも000D ですね。今コピペしたの、あ、コピーしたので、コピペで、000D、000D と。これを実行する。大丈夫ですね。またコピーして持っていきます。次は、int32 large value main body。イント32ラージバリューメインボディは 001D ですね。なので、ここの次、ここですね。001D。これを実行する。あ、ダメですね。何でしたっけ ?001 号って言ってる?あれ、なんか間違えたかな。イント32ラージバリューメインボディ。あ、イント64見てました。イント32ですね。あ、1号ですね。確かに1号になってますね。なので、ここを1号に変える。で、実行する。大丈夫ですね。で、こいつが、ここなんですけど、何でしたっけ?イント32 with arguments main body。
とですね、こいつは、0009 09こんな感じですね、はい、実行します。はい、さっきここテスト忘れてたので、まあ、オーバーオールやります。ああ、やっとテストが全部通るようになりました。はい、ここの、うん、まあ、番号をさっき言ったように、その割り当てられたラベルごとに順番に番号をつけていくっていうのは、まあ、近い将来やる課題っていうことにしておきますね。多分すぐこれめんどくさくなってくるんで、テストを書くのに。なので、まあ割と早い段階でそれを対応することにして、まあ今回はこれでよしってことにします。よっしゃ、それで、チェンジ、チェンジ、ラベル、ヘキサデシマル、ケースと、それからアップデート、テスト、という感じでコミットします。はい、以上ですね。マイルストーン2ということにしますか。ああ、やっと到達しましたね。まあ実はですね、ちょっと、6-14 やった時にマイルストーン2ってラベルつけちゃったんですけど、まあ今のところまで完了しないとちょっとマイルストーンとは言えないと思うんで、今回のこれをメールストーンになってる。マイルストーン2。ってことにしますね。はい。ああ、一旦削除しないとダメかな。リモートに行っちゃってるんで、一旦削除しますね、リモート。これ、これ削除。リモートからも削除。で、こいつに、マイルストーン2とつけます。はい。さらに、今回のタグもつけとくかな。シャープ、6-16。これもつけておきます。これね、なんかコメントに入れたりタグにつけたりしてて、ちょっと統一感があるので微妙なんですけどね。まあちょっと、まあまた考えます、どうするか。はあ、できましたね、マイルストーン2。まあ今日はなんかずっとこれをやってたような気がします。はい、ということで、できましたと。で、ちょっと待ってくださいね。また、画像の掘り起こしをしてるんですが、これだったかな。あ、これですね。こうか。はい。いやー、結構大変でした。まあ、積み残しはありましたね。分岐のうちの、そのスタックの、解析ですね。それが、分岐元と分岐先で、状態が完全に一致しているということを大前提に、今、コードを書いています。まあ、技巧的な IL コードがかませられなければ、これでうまく動くだろうと。
ので既存の、まあ、例えば MS コアリブの中だとかあのシステムの中だとかシステムコアの中みたいな比較的規模が大きく標準的なライブラリの中に果たしてそういうコードがあるのかどうかですよね。まあ、それはちょっとあの実際に解析にかけてみないと分かんない感じですね。まあちょっと そんなことよりもやらなきゃいけないのは他にもいろいろあるのでまあちょっと置いときましょうみたいな感じです。で次どこやるかの整理なんですが、OK、それから、引数2個まで OK、このぐらいまで OK、分岐はあまあ確認してないですけど分岐がサポートされたんで IL に落ちた状態でそのブランチ BRS についてはこれでいけてるようになってるはずです。まああのブランチ命令も他にいくつかあるんで、まあ、それらもあの実装したければまああとはそんなに難しくないですよね。あの IL コンバーターを実装するだけのことなんであのそんなに大変ではないのでこれでいいと。まああと、次にやるのはこの辺か、ここに書いてないですけど前回話したようにバリュータイプをやるか、あ、前々回ですね、前々回話したとバリュータイプをやるかぐらいですね。まあこの辺をやりつつ、8とか16ビットはほぼ今と同じですね。まあ何しろ今32ビットと60ビットできているので、なので、ほぼ一緒。まあ、ブームの時に、まあ、ちょこっとだけ、シートの整合性を考える必要があります。で、まあ、あと、フロットダブルですね。まあ、このあたりまで含めると、その、なんていうんですよ、その、プリミティブタイプというか、まあ、バリュータイプの一種なんですけど、それがどのように共通的に扱われるのかについての、こう、土台というか、まあ問題ないよねと思ってるんですけど、問題ないねってことが確認できるような気がするので、まあそれをやり、その後、まあバリュータイプに行きますかね。まだちょっとなんか、参照型に手を出したくない感じですね。難しいんで。まあそこに含まれるんで、含まれるものとして配列とかあるんですけど、まあちょっと、まずはバリュータイプで、バリュータイプでそのメンバーを持ってるものをどう扱うか、でしかもメンバーはフィールドもあれば、メンバーメソッドもあるわけですよね。これらをどう扱うか、そしてバリュータイプは、ドットネット上ではオブジェクトを継承してるんですけど、そのあたりをどう考えるか。バリュータイプはバリュータイプなんですよ。なんだけど一応継承の順というか継承でいくと、オブジェクトを継承していることになるので、そのあたりの整合性ですね、まあ、まだ参照型に足突っ込んでないんで整合性も下手くれないんですけど、考えることというとそのぐらいかな、なので、まあ、それが実際 C のソースとしてどう落ちるかですよね。これ細かくやっていくとまた結構いろいろありそうですね。そのコンバーター周りのあのすごく複雑なあのロジックはないですけど、考えなきゃいけないことはいろいろあるような気がします。というわけで、マイルストーン2、完了したって感じで、また次回よろしくお願いします。まあ、今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。